岩崎敏夫は日本の実業家。三菱グループの創業者一族、岩崎家の一員で、ベンチャーキャピタルの世界で活動している。岩崎敏夫の長男として、神奈川県鎌倉市に生まれる。小学1年生の時に、東京都港区赤坂青山高木町に転居し、港区立西南小学校を卒業。港区立青山中学校。 東京都立日比谷高等学校を卒業後、1966年4月、東京大学入学。1970年3月、東京大学経済学部卒業。同年4月三菱銀行入校、大手町支店に配属される。アメリカ合衆国カリフォルニア州の現地法人で新規、取引営業、企画部門を経験した後、1994年6月資金。 証券部長に就任。1997年6月虎の門支店長に就任した後、1999年2月、ダイヤモンドキャピタル株式会社専務取締役に就任した。1年後同社に転籍。ベンチャーキャピタルの世界に身を置き、バイオテクノロジー分野への投資を通じて、キャピタリストとして活動している。 2002年12月セルフリーサイエンス取締役に、2006年6月、アールテック上野取締役に、2007年4月、イーコンセルボ監査役に、同年6月アニコムインターナショナル取締役に、就任。2011年現在セルフリーサイエンス取締役、アニコムホールディングス社外取締役、アーキタイプ非常勤取締役、イーコンセルボ監査役を務めている。 ボブ・ディランのファンであり、好きなディランの曲として、ミスター・タンブリン・マンや、風に吹かれてを挙げている。プレジデント社から発行されている、経済誌、プレジデント1990年7月号に、三菱グループの総合研究という特集記事が掲載されたが、その中で、上野郷敏明が執筆した、創業者、岩崎や一族は、今において、 神野号の取材に応じている。総祖父は、三菱財閥の二代目、総帥岩崎矢之助。祖父は、矢之助の次男で、朝日ガラスの創業者、岩崎俊也。父、俊夫は、三菱自動車工業常務や、東北三菱自動車部品工業社長を歴任した、技術者で、也未亡人、矢保の向こう用母は、俊也の三女俊夫が、 大学卒業後、三菱銀行に入校したのも、岩崎の人間である以上、三菱の役に立たなければならない。そういう意識はあったので、自分の出陣を考えた時に、やはり三菱に身を置くべきだろうと考えたからである、とベンチャーザのフロントインタビューで語っている。ありがとうございます。